序幕。始まりは目覚めから。チックタック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 。目覚めの時間。寝た。あ、そうだ、バイト行かなきゃ。ちょっと遅刻か。店長、時間にはうるさいからな。最近は不景気で客が減ったとか言ってたけど。コーヒーだけじゃなくてお菓子とかも売りゃいいのに。静かだな。おはようっす。客が来てるのに誰もいないの？いらっしゃいませ。すみません、ちょっとみんな外してるみたいで。ん？おっと、いけね。水。水はいいわ。お酒じゃなくてコーヒーを一つお願い。あ、お砂糖たっぷり使うから瓶ごとよろしくね。はい、コーヒー一つですね。砂糖は瓶ごとお持ちします。
ってコーヒー作ってねえじゃん。たく何やってんだよ。すみません、少しお時間ください。いいわよ、私は急いでないから。お待たせしました。ありがとう。なんだよね、お客さんがいるんだぞ。あ、呼び捨て禁止。あと名前じゃなくて外でもちゃんとお姉ちゃんって呼ぶこと。だから声大きいって。すみません。なんだよお姉ちゃん。いや、なんだよじゃなくて。あ、ところでその頭。頭？まあいいや。それより今日って誰かに会った？誰かに会ったって今姉ちゃんに会ってるし、そこにお客さんもいるだろう。あ、本当だ。本当だって何それ。あ、でもちょっといいからこっち来て。なんだよ、おい。誰もいないって、そりゃ。ほら、ほら、ほら。え？ねえ、店にさっきのお客さん以外、誰かいるの？いや、今日は誰にも会ってねえけど。ねえ、これってなんかおかしいよね。そう。本当に何も覚えてないのね。え？今なんて？あなた誰？この町の人じゃないですよね。おい姉ちゃん、本当に何も覚えてないのね。だからあなたは一体。私のことはエナクロと呼んでくれればいいわ。もしかして町の人が誰もいない理由とか知ってたりしますか？ええ、いないわよね。ずっと前からだけど。ここはあなたたち二人だけの、初めから終わってる、時すら存在しない世界。はあ？意味不明すぎんだけど。ただ終わってるって言っても世界はそのまま残ってるし、私もたまに見に来てたんだけど、いつもぼーっとしてるだけのあなたが今日は元気にコーヒーなんか入れてくれたから、ちょっとびっくりしちゃった。あなた何を言ってるんですか？まあ目覚めたのなら物語を進めましょう。さてと、タマ。はい、なのです。あ、いつの間に俺の頭の上に。あ、やっぱ気づいてなかったんだ。あとはお願い、私は向こうで道をつなげるわ。了解なのです。え、ちょっと待ってください。ということで説明は玉が引き受けます。何が聞きたいのです？って何が聞きたいじゃねえよ。なんで俺の頭の上に乗ってたの？そもそもなんで狐が喋ってんの？そこから説明するのですか？
確かにエナクロ様が投げたくなる気持ちがわかるのです。ってなんで偉そうなんだよ。ちょっと落ち着きなよラン。これが落ち着けるかよ。まあまあ中でコーヒーでもどうです。あ、いただきます。って中のコーヒーって俺が入れたやつだし。てか姉ちゃん純能力高っ。まあまあ落ち着くですよ。そうだね、ランは少し落ち着いた方がいいかも。あ、砂糖どうします。ランは砂糖3つだよね。私は1つでいいよ。じゃなくて、じゃあ中でコーヒー入れるですね。だから興奮してるのがバカバカしくなってきた。ミラージュ使い？俺たちが？はい、なのです。その生まれ持った奇跡の腕はその証たる印なのですよ。この腕？奇跡の腕？マジで？あなたたち二人はその腕が持つ不思議な力でミラージュと呼ばれる幻の存在を刺激してたのです。そして七柱と呼ばれる最強のミラージュたちすら刺激したあなたたちは一度は世界の王たる資格すら得たのです。はあ、世界の王、そのミラージュってのを刺激してと聞いているのです。誰から？もちろんエナクロ様からなのです。何はともあれ久しぶりにミラージュを使ってみるのですよ。どうやって？まずはタマのガーデンジェムを進展するのです。なんだこれ。レンとランはこのガーデンジェムがあればその中のミラージュを自由に使うことができるのですよ。じゃあ早速戦闘の開始なのです。
りなのです。いいバトルだったな。わかったですか？ランとレンはこんな風に多くのミラージュと戦っていたのです。マジで？俺たちが？はい、マジなのです。とても信じられない。でしょうね。その様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだし。あ、そっか、この世界と一緒に切り離されてるからか。ん？もともと持っていたミラージュと一緒に記憶も失っちゃったってことですかね。でもミラージュと関係のない記憶だけはちゃんと残っているみたいなのです。そんな。まあとにかくこっちに来て。この光の先にあるこことは違う世界、グリモワル。そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？そうよ。もう一度集めてみる気はある？そのミラージュというのを集めれば私たちが失った記憶も戻るんですか？さあ、それはどうかしら。記憶は忘れてしまったのではなく失ってしまったみたいだし。でもあなたたちが覚えていなくてもあの世界はあなたたちを知っているし、記憶の鍵や記録は必ずあると思うわ。つまり私たちが思い出す思い出さないに関係なく失った過去を知ることができるかもってことですか？そうよ。それにミラージュを集めていけばやがてあなたたちは家族にも会うでしょう。家族に？そうか、俺たちにも母さんや父さんが。ええ、それでどうするどうする？グリモワルに旅立つの？第一幕、プリメロの世界、グリモワル。ここがグリモワル？うわっ！姉ちゃんもだけど。ああ、きっとそれはこの世界の人たちの姿なのですよ。こっちで行動しやすいようにというエナクロ様の配慮ですね。そんなことまでできるの？ほんと何者だよ。まあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね。姉ちゃんポジティブ。まっすぐ進めばいいんだよな。ここは一本道みたいだしね。まさかこんなところで迷子には。なるわけないって。多分
あいつもミラージュだな。ひなチョコボなのです。早速あいつのガーデンジェムを手に入れてみるのです。よっしゃ、ってことないって。よかった。ジェムにひなチョコボが入ったね。はい、なのです。次はそのひなチョコボを頭にのせのせしてみるのです。こんな感じなのです。
がラーンに乗ってたのはそのノセノセって状態だったわけね。はい、なのです。こうしてるとタマはとても楽なのです。お、楽なのか。ノセノセしているとみんなのヒットポイントが合わさってパワーアップしているような状態になるのです。おお、まるで合体メカみたいじゃん。その上、魔法や技といったアビリティもノセノセしてる組み合わせで変化するのです。アビとかはよくわかんないけど、合体して出す必殺技みたいなもんだな。でも敵の攻撃で崩されてバラバラ状態になってしまうこともあるので気をつけるのです。ラーンが言う合体が解除されちゃうってわけね。おお、それは気をつけないとな。ただバラバラ状態ではパワーアップはなくなるですが、それぞれ個別に行動が可能なので手数が増える分回復と攻撃にコマンドを分けるとかいろいろと有利なこともあるのです。場合によっては自らバラバラになるのもありなのですよ。状況に合わせてうまく使うといいのです。ちなみにレーンとランはオービトサイズとポリメロサイズでのせのせできる組み合わせが変わるのです。自分より大きいサイズのものを上に乗せることはできないので、ミラージュを上に乗せたいときはオービトに、自分が上に乗りたいときはプリメロになるといいのです。試した方が分かりやすいのでミラージュが集まったらいろいろやってみるのですよ。あれ、行き止まり？他に道なんかなかったし、どうすんだこれ。はい、なのです。よく見るのです。この壁っぽいやつは超大ゴーレムなのです。もしかしてミラージュなの？普通のミラージュとは違うのです。世界中のいろんなところにいて欲しいものを渡すまで道を塞いでる困ったやつなのです。何を渡せばいいんだ？欲しいものがみんな違うので、まずは超大ゴーレムを調べてみるのです。超大、どこにあんのそれ？さっき捕まえたヒナチョコボなら探せるかもしれないのです。まずはミラージュボード上でヒナチョコボのアビリティを解放するのです。
なチョコボがトコトコついてきた。あれ？見つけたですね。なら、もう一度超大ゴーレムを調べるのです。あれ？なんか見つけたぞ。見つけてくれたおかげだね。へっへん。こうやってミラージュと協力して先に進んでいくのです。ミラージュボードにはアビリティの習得以外にも姿形が変わるほどの大きな成長もあるのです。レベルを上げてどんどん解放してみるといいのですよ。冒険も戦闘も役になっていくこと請け合いなのです。ここに残ることはできなくなって元の世界にぼわっと帰るのです。あれ、こういう話お前は誰に聞いたんだっけ。思い出せそうで思い出せないな。今度はなんだ。ダーククレバスなのです。大抵は中にミラージュが生息していて。ミラージュ？じゃあこいつも捕まえちまおうぜ。あ、なんか強そうじゃね。こんな風にとても強いミラージュが潜んでいることもあるのです。あるのですって今さら言われても。あら、もう向こうで死んだの？え？死んだ？俺が？まさか。そういえば、あのダーククレバスの中で。お、でも生きてんじゃん。それは、死が確定する前に今の戦闘をなかったことにしてここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか？できるわよ。やってるのはタマだけど。はい、なのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して強制帰還したのです。でもタマの命を使ってるので使った後はなるべく休憩が欲しいのです。命？タマはこれでも複数の命を持ってるのです。だからそのうちの一つをニエにして
時を戻したのです。これは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。なんかよくわかんねえし、なんか怖えけど、なんか止まってすげえ。でも今は2人の命を守ることだけに限定されてるので、さっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのです。あとあと、タマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので、亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです。了解了解、全然 OK、 たっぷり休んでくれ。はい、ナムです。何にしてもありがとね、タマ。ラーンが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけど。あれ、誰かいる？ああ、そういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね。話してみたら？ちょっと面白い子みたいだけど。へえ。でも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけど、よっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのに。ラーンのバイト先の方っていうとノースウォークの方ね。本当に小さいプリンメロの人？あら、ちょっこりん！こんにちは。はい。どうも、こんにちは。ここ、静かでいいところね。どなたなのです？私はチョコラッテよ。ふらりとここに迷い込んじゃった迷子の乙女って感じ。はい。もともといろんなところに流れ流されちゃうのよね。はあ。あ、どうだ、いらっしゃい。いいものあるわよ、ちょんちょこりん。してんの？しかも金もしっかりとんの？当たり前でしょ。まあまあ、私も流れ流されながらいろんなものを集めるから、ちょこっとよろしくりん。そろそろ向こうの世界に戻ろうか。そんなひどいタマに育てた覚えはないですよ。セラフィーになんて育てられてないのです。誰？はいはい、私は可愛い風の妖精セラフィーちゃんです。得意なことは噂を集めることと、そうですね、今は金庫番なんかもできます。はい。金庫番？そうそう、それで出てきたんですよ。ガーデンジェムもあれです、結構集まりました？まだそれほどじゃないけど。まあまあ、すぐにいっぱい集まって両手で持てないようになりますよ。確かに意外とかさばるしな。そんな時はセラフィーちゃんにお任せ。エナクロ様に作ってもらった金庫ジェムケースに大事に保管しておきますので、好きな時にガーデンジェムを交換するといいと思います。あ、でも好きな時って言ってもこの玉子と違って私はあまりここを離れないので、こことつながりが強い安全な場所でだけ対応しますので、よろしくね。お、お、
細かいところはよくわからないけど、よろしくね。あと、これ私の眷属のガーデンジェム。私と同じで超可愛いから大事に使ってよ。あ、こいつはこういうやつなのです。さてと、あとはあなたたちだけでもなんとかなるわね。もう行っちゃうのですか？ええ、あとはよろしくね。了解なのです。はいはい、ナインウッズヒルのマスコット妖精の役割よろしくされました。でもよろしくしてないの？どこに行くんですか？どこって、ここではない。どこかよ。いや、それじゃ全然わかんないですけど。それにまだいろいろ聞きたいことがあるし。ああ、自分で調べなさい。もう私に頼っちゃダメよ。頼るとか頼らないとかじゃなくて。それにね、どの世界にもルールがあるの。火が水で消せたり、光が闇を照らしたりね。いや、それ当たり前のことじゃ。そう、だから私も簡単には破れないくらい強固なものにしてあるのよ。何が？世界のルール。はあ、意味わかんないんだけど。あなたに頼ると世界のルールを破ることになるんですか？そうよ。そうよって。てかさ、そもそもあんた何者？私は神様よ。えへ。嘘とも言い切れないけど、すごくなんか中途半端というか、あんまし何もしてくれてないというか。まあ、エナクロ様はいつもあんな感じよ。で、神様ってマジなの？知らない。エナクロ様はエナクロ様よね。そうですね。そうなんだ。やれやれ、やっ
と戻ってきた。誰のせいだっけ。さあ、誰。ちょっと、やったな。勝利だね。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。実力
ってるって。でもこんなん見えてたっけ。一度戦闘したので情報が見えるようになったのです。他にもライブラという魔法を使えば戦う前に調べることも可能なのです。覚えといて損はないのです。そうね。はい、覚えといて損はないのです。ラン、なんで二度も。それも名指し。バトルだったな。よかった。第2幕、予言に歌われる兄弟。あの橋の先にあるのって町なのか。なんだか懐かしい感じがする景色だね。
な。問題ないのです。さ、乗るのです。マジで？お、姉ちゃん、ここ座ろうぜ。うん。本当にちっこいんだ。ほんと珍しい。久方ぶりの新しい客であるな。はい、切符拝見。ミラージュ？って、しゃべった。いかにも、私はミラージュであるが、この列車の車掌でもある。切符を拝見。車掌？いや、まあ、そういやタマも喋るか。でも、私ら切符なんてあるのですよ。あるのかよ。お、半永久切符ですな。これまた久方ぶりでありますな。それでは、良い旅を。いつの間に切符なんて。エナクロ様より必要なものは預かってるのですよ。へっへん。そうなんだ。ところで半永久って何？なんで永久じゃないの？すげえな。本当に異世界って感じだね。おお、タマ、お前も俺に乗っとけ。はい、ナマです。あの、失礼ですが、あなたたちは一体どこから来たのですか？あ、私たち、お、バハムート軍のミラージュだ。バハムート軍ミラージュ。はい、バハムート連邦が抱えるミラージュで作られた軍隊です。え、ミラージュを使って軍を作ってるの？まあ、なんでもいいや。とにかくミラージュだってなら手に入れないとな。ちょっとさ、アバネロ軍だかなんだか知らねえけど覚悟しろ。なんだかスパイシーなのです。ずいぶん辛そうになっちゃった。
あれ今のミラージュ、なんでガーデンジェムにならないんだ？あのミラージュを包んでいた光は他の支配者がいる証なのです。支配者？虫歯？違います。簡単に言うと、あのミラージュは他人のものなので、持ち主を先にギャフンと言わせないとなかなか捕まえられないのです。そんな面倒な設定があったのか。ちょ、設定とか言わないの。大人だ。まあ、いけね。バハムート軍のものなのか。でも奴らをやっつけたわよ。これってまるで予言そのものじゃない？どっちのなんだ。でもあの予言って。こちらへよろしいですか。お、はい。あなたたちは異界からの訪問者ですね。その…よくわかんねえけど、多分そう。それもミラージュ使いだぜ。ちょっとラウン。いやいや、隠したってこういうのはバレちゃうんだって。なんつーの、生まれ持ったオーラっての。ラウンにそんなものあるわけないでしょ。少々聞いていただきたい話があります。この町にあるコーネリア城まで来てください。なんとかネリ城に来てくれだってさ。ま、城ってくらいだから上にあるんだよな。何一つ合ってないのに方向だけは合ってるのです。でもお城への呼び出しなんて、あの人何者なのかしら。変な挨拶しないの。改めまして、コーネリアを治めておりますセーラと申します。え、お姫様ってこと？そうだったんですか。すみません、特にラーンがいろいろと無礼を働きまして。え、俺だけ？私は姉のレーンと言います。失礼しました。いえ、こちらこそ。最初はバハムート軍のものかと疑ってしまいまして。それなのに先ほどはバハムート軍のミラージュより町をお守りくださりありがとうございました。あ、いや、そんな丁寧にされると困る。何急に慌ててるの。でも確かに私たちそんな大層なもんじゃありませんので。そうそう、少々くらいなもんなんで。はい、少々なんて言葉初めて聞いたのです。あ、すみません。とても予言に謳われている方々には見えませんね。予言？あ、そういえばさっき町の人たちもなんかそんなことを言ってたような。失礼しました。少し順を追ってお話しさせていただきます。ここコーネリアはグリモワルの中層にある非連邦国です。非連邦国？はい、現在グリモワルでは世界中のほとんどの国家自治区がブレンディレス密海王を頂点としたバハムート連邦王国に参加しています。しかしコーネリアは未だ連邦には加盟しておりません。連邦からは幾度となく加盟するように達しがあったのですが、断り続けるうちに侵略まがいの行為をしてくるようになって。それがさっきのミラージュたち？はい。さっきおっしゃっていた予言というのは？青の予言の分岐に関するくだりです。再び刻まれし時、丘よりの大人、異界より来たる訪問者として帰らんかの者たち、世界に二つの分岐を生み出す。
それはクゼとなるか破滅となるか、大いなる意志の届かぬ闇の中。破滅とクゼの分岐。クゼ？クッゼ！お前マジでクッゼ！何を言ってるでした！サマは臭くなんかないのです！ヤンはバカでした！誰がバカですか！すみません、弟たちは無視してくださいね。はよりにも多くて、おい、もしその丘っていうのがエッツヒルのことを言ってるんだとしたら、あながち関係ないとも言えないのかな。あの、少々ぶしつけな質問かもしれませんが、この国が加盟をしていない連邦国に他の多くの国が参加しているのはなぜでしょう？グリモワールにいるミラージュは支配の大小こそありますが、ほぼ全てが連邦の管理下に入っています。連邦の後ろ盾さえあれば、国民は普段の生活におけるミラージュの脅威から解放されるのです。世界中のミラージュを管理？マジで？はい、マジです。バハムート軍のセグリワですと、ペリノアという二人の見つかりが、まるで大昔のミラージュ使いの女王様のように全てのミラージュを管理していると聞いています。ミラージュ使いの女王様、昔はそういう人がいたんですね。はい、もう100年以上前の話ですが。ならこれも素朴な疑問なのですが、連邦がミラージュの脅威を取り除いてくれるというのは、ここの国民にとってもいいことなんじゃないですか？そうかもしれません。しかし連邦に加盟をすると、彼らの法制度に沿いある思想も受け入れねばなりません。私はそれがとても恐ろしいのです。恐ろしい？はい。これはどうかあなた方の目でいつか直接ご覧になり考えてみてください。わかりました。それであなたたちはこれからどうなさるのですか？ま、どんな状況だとしても今の俺たちって結局ミラージュを集めるしかないかと思うんだよね。え、私たちは以前持っていたミラージュを失っていて、それと一緒に記憶もなくしちゃってるみたいなんです。で、もう一度ミラージュを集めていけば記憶が取り戻せるかもって言われて。だからあのゴブリンどもがミラージュならサクッとやっちゃいいんしょ？それはつまり、あ、多分どれくらい役に立つか分かりませんが、協力しますってことが言いたいのかと。よかった、ありがとうございます。少し安心いたしました。でも協力するにしても、もう少しミラージュがいた方がいいんじゃない？私たちミラージュがいないとまともに戦えないし。そうだな。お姫様、ここらにいろんなミラージュがいる場所ってあったりするのかな？それならここから北東に進んだところにネブラの洞窟という野生のミラージュが数多く生息している場所があります。お、あるんだ。でもそこはかなり凶悪なミラージュの報告もある、とても危険な場所です。へえ。もし行かれるようでしたら、くれぐれも注意なさってください。ありがとうございます。肝に銘じさせておきます。させてって俺のこと？俺だけ？町の外に出るにはここを下っていけばいいみたいね。しかし面白い作りだな。ここではこれが普通みたいなのです。町の人にもいろいろと話を聞いてみるといいのです。